職人技を体験しました。熱田区神宮の福寿堂旗店で職人技を見学して体験する講座が開かれました。これは一般の人たちに匠の技をもっと身近に感じてもらおうと名古屋市などが企画しているもので、普段見ることのできないさまざまな分野の職人の職場や技を見学し体験できる人気の講座です。今回は100年以上の歴史を誇る老舗旗店で伝統的な旗染めの技法を見学体験しました。旗屋さんがやっぱりコンピューターなんかではなくて手作りでしているっていう伝統の方式を見てほしいと思います。参加者が体験したのは版画の要領で生地を染める捺染という伝統的な技法の旗染めです。この技法は同じ色と模様を数多く染めるときに用いられます。でこうやって上がると木のヘラを使って色をすり出す工程は均等に力を加えないとムラなく色を染めることができません。参加した人たちは職人の指導のもと熱心に取り組み、見事に旗を染め上げていきました。私の父が昔浴衣なんかの染色工場をやってまして、子供の頃見てた、ものとはやっぱり旗染めは違うなという感想を持ちました。はい、これをするときにこうなかなかイメージ通りにはなかなかいかず、はい、でも上手にできてよかったです。いいお土産ができました。